透明丸型コネクタのトスリンクトスリンクコネクタトスリンクコネクタのついたオーディオ用光ファイバーケーブルトスリンクは光ファイバー用コネクタの規格。デジタルオーディオを扱う一般向け音響機器間の接続に使われる。例えばミニディスクプレイヤーや CD プレイヤー、ダットレコーダーなどである。トスリンクにはいくつかの媒体規格と物理規格があるが EIAJ。E JEITARC-5720 という核型コネクタが最も有名である。トスリンクは東京芝浦電機が1983年受信機と CD プレイヤーの間を PCM オーディオストリームで接続するために開発した。その後多くの CD プレイヤー製造業者が採用した。初期のトスリンクはそのままの PCM データを伝送していたが現在では オーディオストリームの標準として S、PDF が広く採用されている。DVD プレイヤーやゲーム機にもよく装備されていて、ドルビーデジタル、DTS デコーダーとの接続に使われている。トスリンクという名称は、東芝の登録商標であり、コネクタだけでなく光伝送デバイスの総称として使っている。トスリンク、トス、リンク、トスリンク、トスリンクなど、様々な表記が見られるが、 標準規格としての正式名称は EIAJ Optical である。トスリンクには安価なプラスチック製ーファイバーを使ったものから高価なガラス製ーファイバーを使ったものまであり用途や必要な帯域幅によって選択する。ケーブル長は通常5メートルまでとされているが信号ブースターを使わずに信頼性を保って伝送できる技術的限界は10メートルである。しかし 最近では30メートルを超えるトスリンクのケーブルを見かけることも珍しくない。ミニトスリンクは通常のトスリンクと機能的には同じ。通常のトスリンクとの変換アダプタもある。アップルのコンピュータやポータブルミニディスクプレイヤーではトスリンクのミニコネクタがよく使われている。トスリンクと似たような技術としてアドットライトパイプあるいはアドットオプティカルがある。これらは プロ用の音響機器でよく使われている。アドットライトパイプはトスリンクと同じジスエフレエゴコネクタを使っているが、データフォーマットは S、プリフとは非互換である。接続された機器同士が電気的に絶縁できるというメリットがあるが、先端の差し込み部分が折れやすく、折れるとプラスティック片がコネクタの中に止まってしまい、取り出せなくなるという欠点がある。また、 電気信号と違って、高信号は、端子部の物理的なズレに弱いが、差し込み部分がプラスティックというトスリンクの構造上、安価なコネクタの中には、抜き差しの繰り返しや経年によって、端子の固定が甘くなった結果、信号の伝送不良が頻発するようになるものもある。ありがとうございます。